はい、皆さんこんにちは。今日はね、久々に海辺でランチです。何を作るかっていうのはね、おいおいね、皆さんにお教えするとして、ね、いつものように。で、今日はね、ちょっと風も少しあるので、コールマンのね、ツーバーナーをね出しました。ちょっとめんどくさいんですけどね。で、ちょっと今日はね、作るものがあれなんでね、ツーバーナーあった方がいいので、それでお湯をね沸かしちゃいましょうかね。で、どうしようかな、こっちに、そうか、こっちにもお湯がいるのかな。まあ、こっちでお湯も沸かしながらっていうことで。それで食材が、食材はね、もうね、用意してきてあるので、あれ、卵忘れたかな。いいか。あ、あったあった。卵はね、これ、卵です。卵。で、角をね、少しこう割っておかないと、これ皮が剥きにくいんで、剥けるかな、これ。あとね、人参ね。それから実はね、春菊をいっぱいもらったので、春菊をね入れちゃいます。春菊ね、いっぱいもらったんですよ。新鮮な春菊を入れちゃいましょう。もう全部めんどくさいから入れちゃおうかな、いっぺんにね。本当はちょっと時間差で入れるのがいいんだけど、めんどくさいからね、全部入れちゃいましょう。あとこれはね、ベーコン、ベーコン、あ、でベーコン油が出るから後にしよう。それからここにスープ、この液体スープが多分ね分離してるんで、これをちょっと一緒に温めちゃいますね。よいしょ。これでも何作ってるかね、分かっちゃいましたよね。ラーメンですね。春菊ラーメン。今日はね、海辺でね、ラーメンなんですよ。で、新鮮なね、春菊をね、ほら、春菊をね、いっぱいもらったんで、春菊ラーメンを作ろうかと、そういう次第ですよ。あ、ひょっとして、ひょっとして、待てよ、食器がないかも。食器持ってくるの忘れたかもしれないな、食器だけに。食器忘れたかも、食器だけに。食器だな、これ。どうしよう、ちょっと待ってよ。うわあ、食器、食器がね、食器ないです。すっげえ食器。まあ、毎回なんかね、毎回なんかやらかすよね、俺ね。でもいいや、ここに鍋がもう一個あるからね、これでね、食べましょうか。なんでもいいんですよ、臨機応変でね。こういうさ、別に食器じゃん、これだってね、100均で買ったテフロンの鍋だけど、これだって別に手持つとこもあるし、取っ手もあるし、とっても素敵じゃん。ねえ、本当はね、一応ラーメン用にね、割れないやつ、プラスチックっぽい食器をね、実は買ってあるんですけど、今日は持ってくるの忘れましたね。さっきね、昼前にビールを一本飲んで寝ちゃってたんですよね。だからさ、またぼーっとしてたんだよね。いつも通りでさ、なんかやらかすよね。まあ、でもいいか。お箸も実はね、今見たらなかったんだけど、なんか車のね、ドアのポケットに一本コンビニのやつが入ってて、レンゲもね、本当はプラスチックのレンゲあるんだけど、全然ダメじゃんね。何も用意できてないじゃんね、俺ね。いつも通りやらかしてますね。まあ、いっか、いつも通りってことでさ、いいんじゃない、恒例行事だからさね。今日はね、天気がすごくね、ちょっと遠いかな、もうちょっと近寄ろうかね、もっと近寄れないんちゃって。今日はね、天気がね、ものすごく良くて、
風はね少しあるんだけど、風の向きがね南じゃないんだよね。午前中は東だったから、ここはちょうどブラインドになっててね。でその後風がシフトして、今はね少し南から入ってますけど、でも弱いですね風がね。でね、これ春菊ね、リスナーの、ゆきさんからいただいたんですよね。なんかお父さんがね春菊いっぱい、お父さんが作られた春菊をいっぱい送ってきてくれましたっていうことで、それでねもう春菊毎日食べてるんですけどね、あそうだ春菊ラーメンに入れたら美味しいんじゃねって思ってね。でもほら部屋で作って、まあ、食べたんだけど実は昨日も。でもね海辺でね、今日は天気もいいし風もまあまあ弱いからね、海辺でね食べてみようかなと思って、久しぶりに海辺でねラーメン作ろうかなと思って、それでね出てきました。スープはもうこれいいかな。スープこれあんまり長い間でやっちゃうとね爆発しちゃうんですよね。スープはもういいでしょうね。で沸騰してきたらね、あれです麺を入れますけどね。今はねこれ春菊を少し、あと卵がね入ってます。卵も一緒に茹でていっちゃうんですよね。いつもハーマーこうやってラーメンを作るときは手抜きなんで、手抜きラーメンですね。だいぶね、お湯がね沸いてきたので、ここらでねベーコン入れましょう。まあ春菊ラーメンだからね、春菊だけでもいいんだけど、まあ、ちょっとねお肉もね少し入れたいので、まあベーコンって言ったってこれ豚のバラ肉だもんね、早い話が。ベーコンって言ってもスライスベーコン、まあこれがお手軽でねいいんですよ。このチャーシュー、まあ、チャーシューうまいけどさ、パンもねベーコンでも美味しいんです。これにねやっぱりね男の手抜きの一手間をねちゃんと加えますから、ご安心ください。ラーメンはねこれです。あのスーパーで売ってる3色180円とかで売ってるでしょ、このマルちゃんの普通のラーメンです。そんなねいいラーメンじゃなくていいんですよ、これで十分美味しいよ。ハーマー醤油ラーメンが好きですね、これ美味しいですよ。これで3色だから1食60円くらいかな。とっても安上がりでとっても美味しいですし、あの普通のインスタントラーメンよりかはヘルシーだと思いますね。さ、だいぶいい感じでねお湯が沸いてきました。そこでそろそろ麺を投入します。本当はねもっとグラグラしてから入れたいんだけど、ちょっとね春菊がこれ以上ねしなしなになって溶けちゃうといけないので、それでねこの辺で麺を投入しますね。麺投入です。普通はねもっとグラグラ煮立ってから入れるんだけど、これ以上待ってるとねちょっと春菊が溶けちゃうので、もうこの温度で投入で少しね長めに入れたいと思います。そしてねここで男の手抜きが始まります。さっきねスープをね実はふやけさせたっていうかね、温めておいたんですけど、そこにねこのまずお肉から入れます。お肉もうこれねベーコン茹で上がってますから、これをねお肉入れます。この要するにスープの原液につけちゃうんです。そうするとね下味つけなくてもこのスープの原液がお肉に染み込んじゃうから、だからベーコンって味ついてないでしょ、そのねベーコンに、ね、味がつくんですよね。だからお湯を入れる前にこのスープの原液にねまずお肉を入れちゃいます。それからね、今日はね、人参も実は入れてるんで、この人参もね、スープの原液にね、この人参、スープの原液にね、入れちゃいます。ね、こういう風に、味付けを別にしてもいいんですけど、まあ、特別な味付けじゃないんで、こういう風にほら、お肉に色もついてるんですよ。で、春菊も、実はここで、もうね、上から揚げて、やはり少し味を付けたいので、タレのところに入れちゃいます。こういう形でね、こうすることでね別に下味ねつけなくてもいいですよね。こうやってやればね手抜きでしょ、
あとはね、この麺が茹で上がって、本当はね、このね、まだ人参が1個あったな。まだね、人参が1個ありました。実はこれハート型に切ったつもりなんですよ。でね、こういう風に絡めちゃいます。スープに。ね、ラーメンのスープに絡めちゃいますね。そうすると、下味をね、つける必要がないんですね。それで、あとは麺がね、こういう風に入れていきます。それでね、お湯も沸いてます。お湯もね、こっち沸いてるので、お湯の方がこっちに切っちゃいますからね。もうお湯 OK です。あまりね、口の中で火がするよ。こっちの火を止めて、でもほぼね、麺は OK なんですけど、ここにね、こういうふうにスープね、マーメイドスープ、これもね、できましたよ。はい、そしてもう麺 OK だ ね、ここにね、麺を入れちゃいます。普通は麺の上にね、具を乗っけるんだけど、手抜き料理はね、そうはいかないんですよ。逆転しちゃいます。これも湯切りは本当はね、網でする湿気を持ってるんだけど、ちょっと片手でね、撮影してるのでね、ほらね、今ね、器を忘れて、すごい食器ってさっき言ったんだけど、器を忘れてね、食器ですって言ったんですけど、食器忘れちゃって、鍋で食べる羽目になっちゃうんです。でもこれ別に味は一緒だから。それでね、卵、これね、卵も実は一緒に茹でてます。火止めちゃいましょうかね、こっちのね。まあこれをね、茹でちゃうことはしないです。このままね、置いとくと、もうちょっとね、茹で卵は時間かかるからね、今日はできてるかもしれないけどね。でこういう風に、ほら、春菊ラーメン、これ裏返しちゃえば、ほら、具が入ってるでしょ。ここにほら、ね、ちゃんとハート型の人参もあるよ。ね、ちゃんと具が入ってます。別にいいんだよ、食べるから。で本当はこれに塩コショウしたいんだけど、今日忘れました。コショウ入れたいんだけどね、忘れました。はい、春菊ラーメンの出来上がりです。ね、これにゆで卵をね、入れようか。じゃあ、はい、これで今ね、卵も入れて。出来上がりです。でちょっとね、卵が新鮮だったのでね、殻がうまく剥けなかったんですけど、まあ屋外だとね、これが限度かな。というわけで、今日の男の手抜き料理は春菊ラーメンの出来上がりです。これからいただきたいと思います。さあ、出来上がりました。春菊ラーメン、男の手抜き料理。そして中身はこんな感じですね。ハトの人参も入ってますよ。でそれからこれがゆきさんにいただいた春菊、美味しそうですね。すごい新鮮な。そして、これベーコンなんですけどね、バラ肉。そしてゆで卵と、はい、さあいただき、そうだ、ちょっと待った、やっぱりね、これでしょうね。キリン淡麗生グリノベル糖質 70% オフ、これがないとね。それでは皆さん乾杯。はあ、眉、なんでお前飲むのかよって。はい、飲みます。私は自宅がここから歩いてすぐのところなので、ちゃんと車は置いて帰ります。歩いて帰りますからね。でまたね、後で散歩がてら、夕日をね、撮影に来る時に、乗って帰ります。だから飲酒運転はしませんので、どうぞご安心ください。さあ、それでね、ラーメンいただきます。ちょっとね、今日器がさ、でもこれ結果的に良かったんじゃない？すごくさ、食べやすいんだけど。うん、うまい。なんかね、春菊がめちゃめちゃこれいいんだけど、なんかさ、今日の夜のライブでね、実はね、春菊でまた鍋やろうと思ってんだけど、これね、ラーメンに合う。うん、しかもね、
実は私春菊大好きなんですよ。何を隠そう。だからね、鍋とかね、すき焼きにね、春菊が入ってないとね、暴れます、私は。まあ、それくらい春菊が好きなんで、今回ね、あのイキさんが春菊をね、わざわざ送ってきてくださって、なんかお父さんがね、収穫された春菊みたいですよ。それをね、わざわざクール宅急便で送ってきてくれまして、本当にイキさんありがとうございます。だからね、この春菊どうやって食べようかなと思って、でも普通に鍋っていうのも芸がないなと思って、まずは春菊ラーメン、めちゃめちゃうまいよこれ。だってまるちゃんのさ、3食180円のこれさ、ラーメンだからね。それもこうやってね、海辺でね、自分で作って食べるとね、めちゃめちゃ美味しい。うん、すげえうまい。そして淡麗の生、うまいなこれ。そしてまあこのハート型に、ハート型にカットしたこのハート人参、これはちょっと悲しいね。なぜって俺自分でやったから、誰かが俺のためにやってくれるんだったらねいいけど、自分のためにねこれハート型にカットしたっていうのはちょっと悲しいかなこれな。うん、これな、あれ食器器忘れてよかったかも。それ食べやすいで、うまい、すごく眉。これさ、なんでさ、これ普通のさ1食80円のラーメンだよ、あれ80円しないか、60円か、6318だから、普通のまるちゃんの生ラーメンの醤油ってやつ、こうやってさ一手間かけてさ、まあ、一手間っていうか、こうやってね海辺で食べると美味しいんだよね。あんまりこうラーメンに春菊入れる人はいないと思うんだけど、これもイキさんがくれたからね。うん、うまい、ほんとこれうまいよ。自分で言うのもあれだけど結構うまい。まあもしね、皆さんも試してみれば、俺と同じようにこれできるか分かんないけどさ、でもね俺も結構適当に作ったんだけど、本当言うと。でね、あとね、俺ねラーメンに卵が入ってないとね暴れる人なんですよ。実はこのゆで卵が入ってないと、生の卵はダメなの。あのラーメンに生の卵入れる人いるじゃん、あれはちょっとね、まあ人それぞれ好き好きだから俺は無理。うん、でね、この本当は味卵がいいんだけど、でもこのね卵を半分に割って、その黄身にね、このラーメンのスープを染み込ませて食べるのがうまい。うまいなこれ。なんでこうやって海辺で食べると何でもうまいんだろうね。で、海辺に住んでるとね、結構風が強い日とかね大変なんだけど、でもやっぱりもう海辺からは離れられないね。うまい、本当にうまい。皆さんも春菊ラーメンお試しあれ。でこれはね、普通春菊って葉っぱだけとかの人もいるんだけど、ハーマーはね茎も全部食べちゃいます。茎も美味しいよ。だから少しね長めに茹でるんだけど、でね、卵はね半分はね絶対最後に食べるの。まあね、海辺で食べるとさ、カップラーメンでも何でも美味しいんだけど、
こうやってね、ひと手間かけるとね、完食。ごちそうさまでした。いや本当ね、ゆきさんどうもありがとうございました。あとね、今日の夜のライブでね、今日はね春菊鍋っていうのをやりますけどね、多分今日全部食べちゃうと思うけど、そちらのライブも皆さんご期待ください。今日はね、男の手抜き料理、海辺で春菊ラーメンお届けしました。いかがでしたでしょうか。今ゲプゲプ言ってますけどね、一気にスープ飲んじゃったからちょっとゲプとか言ってますけど、天気も今日はいいしね、まあ海辺にねお住まいじゃない方もたまにはね、海辺にお越しください。そして、まあカップヌードルでもいいんだけどね、ただちゃんとゴミは持ち帰ってくださいね。まあ、あの地元の人間から言わせてもらうと、結構お掃除とか片付けがすっごい大変なんですよ。私もボランティアでねやってますけれど、まあそのエチケットだけはね、マナーだけは守って、皆さんぜひ海辺へお越しください。それでは皆さん。